はい、こんにちは、レトスノーです。今回は建物の分割登記と建物の合併の登記、この2つを解説いたします。前回の動画で土地の分筆の登記と、土地の合筆の登記、これを解説いたしました。内容的にはすごく似ています。前回は土地について、今回は建物についてといった感じです。で、まず建物の分割登記っていうのは、一つの表題部の中に主である建物と付属建物、このように二つの建物が登記されていて、この付属建物を独立した一つの建物にする登記、これが建物の分割登記と呼ばれます。一つの大きな建物があって、それに付属するちっちゃな物置、倉庫、こういったものがある場合、これを別々に登記するっていう形でもいいんですけれども、これをもともと一つの建物として登記をしていた、記録していたという場合があるんですね。この付属の建物を、付属ではなくてもう主の建物として別個登記簿を作るといった場合、これが建物の分割登記です。もともと表題部に主である建物の表示と付属建物の表示、二つともがもう登記されていたといった場合に、この付属建物 B の表示を別個の建物として扱うわけだから、 A と B 二つの登本ができると、二つの登記記録ができると、まあいったイメージですね。これが建物の分割の登記です。で、続いて建物の合併の登記、これは数個の建物を法律上一個の建物として扱う登記です。なので、まあこれの逆といったイメージですね。ただし、合併登記できない場合があります。1つ目、共用部分である旨の登記がある場合。これ、例えばなんですけれども、区分所有法のところで勉強したんですが、例えばマンション1棟あって、別途集会場というちっちゃな建物がありました。で、この建物は、規約で共用部分として、で、規約共用部分である旨の登記をしていたとします。まあ、第三者に対して対抗するためにこれ登記をしていたといった場合ですね。この場合っていうのは、このマンションとこの集会場合併登記はできませんよと、まあ、いう話です。まあ、元々も共用部分である登記があるから、もうそれでいいですよねと、まあ、いうことですね。で、2つ目、所有者が異なる、つまり2つの建物の所有者が異なるといった場合は合併登記できません。また所有者の持ち分が異なる、こっちの建物については2人、共有者がいて2分の1ずつ持ち分でした。一方のこっちの建物については持ち分が3分の1と3分の2でした。こういった場合ですね。こういった場合は合併登記できません。また所有権の登記がないものとあるもの、これを合併するということはできません。また所有権以外の権利が登記されていて、その内容が異なる、例えば2つ建物があってどっちも抵当権が設定されている、でもこっちの抵当権については抵当権者が A、 こっちの抵当権については抵当権者 B みたいな感じで内容が異なる抵当権とか、まあ、そういったものである場合は合併登記できませんよという話ですね。今の事例では、抵当権者が違う、異なる場合ですけども、抵当権者が同じであったとしても、例えば、債権額が異なるとか、いった場合も、これも内容異なるわけなので、合併登記できません。という話ですね。まあ、内容的にはそれほど難しくないと思います。まあ、なので、まあ、出題されたら解けるようにしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。